のはやっぱり昨日のやつほど美味しくなかったな。うい、だからいい。でも今のところ看守が。そうかい。まあここに来たばかりのやつはみんなそう言うがね。どうやら地上での経験は君たちに十分な教訓を授け、表面だけ見ていたら行き止まりにたどり着いた時、一体ど悪くない。ここにいる奴らは全員ルールを守る。だがそのルールが表面上の囚人としての規則。ここには隠しルール。え？誰もがそれらのルールを知ってるわけじゃない。そうなのか。もちろんそれもあるが、そんなのはまだまし。そっか。もし隠しルールなんてものがほっ、その隠これは人命に関わるほどの情報なんだ。わかったって。わかってるさ。ごいというより君たちはまだここをよく知らないだろう。私は普段ラグ&ボーンショップの近くにいる。名前はビドックだ。行っちゃったな。オイラたちを脅かしてるだけって可能性はない。そうだな。これも今はあいつの言った通り、話に夢中だ。何かそんなことあるのか。あ、タルタリアの、もしかしてこの神の目を通してお前とタルタリアの意識が何らかの形でつながったとか。それって、でどんな夢を見たんだ。タルタリアの行方が分かったのか。そっ
か。それよりもっと重要なのは、オイラたち今日はどうする？行こうぜ。来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。よし、これを受け取れ。よう、君たちも作業を終わらせたみたいだったから。おお、こんにちは。そうだな、俺はここで15年近く働いてきた。おお、そんなに長いのか。先輩。おう、頼んだぞ先輩。あ、今ルーキーのくせしてやるじゃないか。ルールについて聞いたことがあるとはな。君たち、それもルッ、そう簡単に発動するわけでもないさ。隠しルールの条件は厳しい。3日連続で食事と寝るとき以外ずっと3日目の昼ご飯の時に悪い。俺がそれを知ってたら。つまり、実はこの聞いた限りじゃ、そいつは俺をはるかに上回るワーカホリックで、作業効率も負けん気も尋常じゃなかった。ある日、彼は自分の限界に挑戦しようと長時間作業を蒸発したかのように消えたんだ。その後、彼の友人たちに話を聞きに行ったやつがいたんだが、その友人、そんなことがあったなんて。あいにくそいつの仕事場は俺と同じエリアじゃなかった。お前、まさかそいつがあいつじゃないかって疑ってるのか。え、あ、君たち。そうだぞ、オイラたち本当に試すのか。おー、これって超ゆっくり噛みしめて。あ、午後はどうする？どうでしょう、多分。そんな、それに私は何をやって、何ですって。
の旅人にパイモン皮肉、恥ずかしい限りだよ。え、これお前たちを迎え入れ、まあこれしき気にすんな。好きだ。リネットもここら辺を知る。いいえ、ただのサボり。お兄ちゃんはいつも通り。金、そうだ。これ。おえ、なんで？あなたたちよりずっと早く。ひひっ。中断して、や、わかった。じゃあ、はあ、これさ、来たか。準備ができたら始めていい。時間は生産力だからな。はあ？いきなり何を必死？そうだな。
もうダメだ。話す記憶すらないぞ。これから今日のサービス食の…その…オイラた…肉？ああ、それか。も、問題なく…どうしよう…オールジ、そうだな。午後はどうする？おう、川…お釈様のおっしゃる通りだ。シュゴエン、こんにちは。旅人、この時間はみんな長めに。そんなことない。うん、なんだか、まあそうかも。でもうちはこういう種族だから。それがメリュジ。うん、み、体に気をつけて。うん、気をつけるぞ。噂じゃ、昼飯前の30分くらいはいつもだ。変だな。別にもうどう。に対してメリュジーヌの神秘、なかなか真面目そうなやつだぞ。ちゃんと勉強してるんだな。じゃあこの件、
査を中断して。わかった。連続して働いた後はこれまでの調査って収穫があったって言えるのかな。そうなのか。明日はまた他の手。新しい一日さあどうオイラたち。たでもすおう。おや、君は旅人だろ。君のような実力ある選手は出場、犯罪者でもいいの。でもここにはすぐ、もしゲームで負けたら。そりゃそうだろう。てっ、わかった。それではまず目の前に的が順番に立てられていく。的が立った順にそれを打っていってくれ。ただし打つ順番を間違ってしまったら1回につき300枚の特別許可。毎度あり。やっぱり侮れないじ。命が惜しいやつは君と同じリングには絶。そういえば君たちはロシモフのところで。でもオイラたち。それが普通だ。確かに。なちょっと適当に勝ってみるって。適当すぎるってどういう意味だよ。ここで投票権を買ったことがないにもかかわらずここまで来たらお得意さんにもなってくれ。君たちみたいな客は。そんなに。この隠しルールはもし格闘が始まる前次の日の朝。つまり双方の選手の投票権を。よくないことって。さあ僕は。でもこの件についてある覆面の選手は抜群に腕が良くて戦闘力も高かった。その頃決勝戦
主催側は彼に覆面を外すよう呼びかけたんだ。その後二度と姿を見、双方の選手を同時に応援するやだからそいつの怨念がそういうことをするやつに罰を与える。ずっと覆面してたし、意図的。旅人、まさかそいつがあいつじゃない。おい、嘘だろ。親切に忠告してやったのに。そうだぞ、第一、めちゃくちゃ怖いじゃないか。両方の投票権を買うなら多分3000枚ほど特別。お二人さん、投票権を買いにいらしたんで、次の試合の選手、今回の人気チャンピオン候補、キバ選手と東感覚エリアのトキシン。それってあだ名。あなたたちは初心者の、つまり今回の試合、私、へえ、初心者だというのは一目で。もしかしてルー。いや、いいな、こうしたらきっと。わかりました。いいから。と、今日もそこそこ。おい旅人、パイモン、荷物が届いた。次は自分で受け取れ。俺は荷物。お前何か買ったのか？おいらまだ寝てたいから、お前が言って。おお、昨日隠しルールに逆らって投票権を買ったんだよな。もしかして一気に目が覚めちゃったぞ。どこかに隠れてるから。おい、ちょっと待てて。おいらがまだいるのになんで開けちゃうんだよ。うわー、なんだ、ただの瓶じゃないか。でも、この中の液体の。うわー、やめろ。それ以上言うな。何を言おうとしてるのかもう分かった。うぎ、こっちに近づけるなよ。嫌だぞ。どういうことなのか分かるまで。はあ、
くば。お前、ここの囚人。ええ、もちろん違いますとも。じゃあこんなとこに。僕はフォンタ社の販売促進。フォンタ社のやつだったの。はあ、この前これまでの協力関係なんて言われたんでしたっけ。俺がきっぱり断ったのはあんたの時間を節約。あんたは特別許可権の価値もわからなければ、そして後者についてだが。そう言って彼は僕の提案を断ると。うーん、まあいいです。新商品はやむを得ず生一旦処分。特に資料は元に戻そうぜ。本当に試したって。翌日に。やっぱり噂は。おいらも確証がないぞ。そうか、見た目は確かにこれまでと。ところで普通に買ってこういうのってとんでもない。今開催地飲み物のフォン。まギブアンドテイクってところかな。調査のペースを上げた方がいいと思うぞ。
そこにいるのってミドックだよな。ほう、この時間帯に君を見かけたということはさすがだね。どうだ、知って、確かにいいタイミングだ。どういう意味だ。あの忌まわしい貧乏人のレオニードだ。分かった分かった。絶対もっと食人族の食人族だ。毎月数回奴らは夜中に集会を開くのさ。メロピデ要塞、それよりも恐ろしいのは被害者の残された、多分だけどお前が言ってるあらゆる形をさて私はまだよ。旅人、今回は噂を信じた方がいいんじゃないか。おっ、そっちの方向で考えてたのかよ。はあ、いないな。でも午前中俺からは、どういうつもりだ俺の前。何の話だ、忠告しておく。あいつらの態度なんかおかしい。オイラたちのことをわざと避けてるみたいだ。でも、ダメだ、考えるほど怖くなってきたぞ。まだ続く。何の用だ、囚人のくせに。ちょっと簡単な質問、夜パトロールしてたと。そんなことを聞いてどうする。そうだぞ。そんなことがあったのか。だがパイプ製造日、メロピデ要塞の排水施設が月に3日って。おう、オイラたちも。それでは他の用事がなければ行く。忠告。安心、パイプ製造日についてお前はどう思う。確かにそうだな、そういうと。眠いし疲れてるぞ。でもまだ寝ちゃダメだよな。今夜はパイプセ、そうだ、あれ旅人っておい、こんなにあっさり寝るやつが。Thank you.
旅人、これ以上寝てちゃダメだぞ。早く。え、普通に寝てたんだとばかり思ってたぜ。本当か？そうだな。君たちは昼頃の。ほう、ど、今すぐ立ち去るんだ。それがどうした。おい、言った。君たちに言うことはない。さっさと戻れって。ここには本当にあんたらが興味持てす。はあ、なんだって。それって俺たちの兄貴のことを知ってるのか。兄貴、そんなすごい身分だったのか。兄貴に頼まれて。なんだ、タルタリアの子分たちだったのかい。あの夜、兄、そうか。ひひ、旅人。兄貴がメロピデ要塞に来た当初だが、メロ作業の時の俺たちを懲らしめるとだから、俺たちだが、ある日兄貴は子分としちゃ持ちだから、これも全部。じゃあ、うわ、でもタルタリアは。それが、あそこはとっくに放棄されて、それを知っていて、それで、そして兄貴は。そんな。ああ、でも、兄貴をと。わかったわかった、ちょっと聞いてみただけだ。ああ、声を抑えろ、こっちだ。ここからのルートは封じられて、兄貴はこの下から行ったんだ。その時はまだこの下も水没してな。その後俺たちもこっから状況か潜るのが得意ない。まさか。その可能性も低いと思う。マジかよ。もう結構な時間だな。おう、状況。タルタリアのやつ、まあ、あと気を抜くと。